さあ、変な、あ、タップした、タップした、タップしました。コレクション AT です。はい、中心サンダーライガーですが、本当凄まじい勢いで今のこの順位がこちらになります。ほっ、はい、やっぱり1位内藤選手、二冠王がやっぱり充実してます。そしてね、その今日ライガーさんがもう褒めちぎってる吉橋選手が最下位2点ですよ、うん、まあ点数じゃないよ、こうやってあのファンの皆さんに、はい、おー、なんて言うんだろう、心の中にね残るような試合残ってます。ああ、負けてもねレスラー落ちちゃダメなの、はい、上がっていかないと。それができるのがプロレスだから。さすが吉橋さんね、はい、吉橋選手期待してますよ僕は、うん、はい。で真田選手もね、まだ点数が思うより伸びてないっていう、これは B ブロックどうなるのかなと思うんですけれども、けれども、はい、僕はやっぱりメインイベントの棚橋選手対健太選手の戦いですね。去年の G1 クライマックス、棚橋選手は健太選手に負けてます、はいはい、そういう借りを全部返すためにあえてタップアウト、参ったと言わせに行ったように感じてしまったんですね。試合がね、そういう風に追い込んで追い込んで作ってたんですよね、自分の中で。そうですね、そういう風に感じてしまったのと、あと自粛明け再開プロレスがした後、初めてのエアギターのあの幸福感っていうのに感動してしまいましたね。お客さんも感動しましたもんね、なんかね、泣いてるお客さんいたもんね、大目頭を抑えてね。素晴らしかったです。一方ライガーさんは、僕はね、やはり吉橋選手ですね。ってことは内藤選手との試合ですか。そうです、負けはしました、はい、負けはしたんですけど、今日タイトルマッチっていうぐらい、2回のぐらいの試合でしたし、彼は常々あの物事は一瞬で変わると、はい、まさにそれを彼が身をもってやってくれたんじゃないかと思うような試合でした、はい、本当この吉田選手への見方っていうのが一瞬で変わるというか、本当もうタイトル取れるんじゃないのぐらいの勢いまで行きましたよね。いや、いけるんじゃないかと思いますよ、はい、次回、はい、ジャパンワールドの配信がもうすでに明日10月7日、同じくここ広島大会で行われます。明日、明日です。カードはこちらです。おっと、これかい。これライガーさん、どれですか、注目は。そうですね、やはり僕はタイツ選手と、おお、ジェイ・ホワイト選手、これはどうなるんでしょうね。どっちものらりくらりしたりするし、だから、はい、これで同じようなタイプの選手が戦った時に、はい、水と油になるか、はい、うまく混じり合うか。なるほど、すごい興味ある試合です。じゃあもうどっちに転ぶか分かんないってことですね。分かんない試合ですね、はい、噛み合うのか、はい、噛み合わないのか。僕はですね、うん、やっぱりメインイベント、井渕選手対高木慎吾選手ですね。高木選手っていうのが同い年とか同期とかっていうのをすごく意識する人間なんですね、はいはいはい、その中で2004年デビューってことでまず一緒、そして同い年っていう部分でも一緒、これは高木選手ね、ものすごいこう、この機会をものすごい楽しみにしてると思うんです。12年越しの戦いなんですよね。はあ、いろいろ因縁あるね。因縁ありますよ。楽しみでございますし、そんな広島大会を明日18時30分からライブ配信します。ライブ配信、絶対見てください。ライブ配信、絶対見てください。ライブ配信、そして今日の試合見てない方は必ずアーカイブでも見てください。お願いします。はい、それではまた明日ニュージャパンワールドでお会いしましょう。どうも、またね。